그런 게 9m 그래야 돼. 코로나 차가 섭스탄 다이나마이트 で 구조して 동원하시고 바이로프가 있대 아래로 통해 지하의 멘테넌스 하수의 작업을 하고 있습니다. 1階と2階の間に4月 宮島の赤い鳥居の基礎の上がってくると結構ちらがおります。その辺からでしょうか。ゲージの急な曲がり角が1トン単車、ここが2トン、あるいは三河港の方で使われている。4つ柱、切り3つか。 バッテリー、バッテリーは自動車のバッテリーと中身のバイスです。鉛と吸収しないと非常に重いです。偉い人したらこれを説明する前にあの木材がここに余ります。向こうは木ですから摩耗します。基準が来たらすぐ交換、その日だと隣同士洗ったら大きな事故につながる。 でもなんか怖そうですね。ちょっと外れたら、これ車輪がついたまま向こうに行くわけですね。横移動する。これですね。下の車輪ちょっと乗せて、これ上乗せてるだけ。上の方だけ。上の方だけなんだ。なるほど。縦しか動かない。これでやるか、揃わないと。マキアエキスの方でご説明します。後で行きます。マキアエキスの方に金で配布する。 もちろん危険なのはこれを入れてくるのもですけども、埋めることによって国から幸福が出るそうです。今まで日本の下の3つぐらい、上、閉める、今度巻き上げ室の方に金で配置するようになる。これ四角いが流れました。 中に緑色に塗られたボルトナットがあります。上の櫓を止めてある櫓固定用のボルトです。だから4個しかあるんです。なるほど。ここ、今レンガで目立りますけども。ここは空洞です。ここ、下の空気を吸い上げて、隣の扇風機と通って、上の方に空気を。 後でですね、入り口から入ってくるところの通路3つぐらい仕切ってありまして、外側のドアを開けてトロッコを入れる、閉める、今度内側を開けて入れる、閉める、また内側を開けて入れる、閉める、一度に開けたらすぐ入り口を開けるために、この床にデパートマンの入り口、ゲーターを保つために。 一番上に一番上にエレベーターがあるような穴のところからワイヤーを通してるんですけども、エレベーターと我々は素人思うんですけどね、これで首が引っ張ってるんですか。安全のことを考えたら、私もしも異常ですね、気圧が違いますから。明治時代近く群馬県の城下製紙工場がありますね。
巻き上げじゃないですか、ね、巻き上げちょっと人によってですね、あの返金すごいな。ここの土砂はですね、掘った時に上げたものです。セメントのあの上の方まであります。なってみて今岩盤構造の中水が溜まっています。明治44年から平成1年まで動いています。25年前ですかね。これはここはですね、あそこに負け池あります。負け、ワイヤーロープはこれを半ドンって言います。あと曲がり角はですね、横は、これは平らの半ドンです。横半ドンっていうのがあるんです。家族で考えてるんでしたら、つけて。団体修学旅行で来た。修学旅行で来た。木の材料、粘り気のある石炭がコークスの材料になります。ボックスを蒸し焼きに、いや、大丈夫。少し、養分もあったけど。この巻き道の回転方向からとこの右側が巻かれまして、うん、関係で同じ方向に巻くと普通の縄を置くときはこうして左の方に巻いたら外側の方に一致させると思います。この縄非常に大変です。モーターの方に流れる電流を調節する。ここに来てるね。おですから、開業の場合、国がしとった時に、イギリスから寄付だ、これですよ。これか、これですかね。下は真っ直ぐですよ。あれ、ずーっとしたら、百の上見て。はい、気をつけてください、ね。ですから、こう、4、5年に1回塗り替えます。ですから、大昔が国から預かったんですよね。世界観ね。ですから、当時はね。今は中はね、もう廃屋ですよ。ガタガタですよ。そうです、そうです、そうです。あげていいね。ご結婚の会話は好きなんですよね。あの、イギリス人に積んどるわけ。明治大に入って、うん、あの、やっぱ密輸関係の工事が始まりましたかね。そうですよ。それこそと言った先で、結局、他の、あの、会社が流れる排水と一緒に合流してね、そう、大牟田川行って、大牟田川から。あ、ね、お母さんの、例えば、4、5年後にもう一回来られたんですよ。
全もありますしですね。断崖山ってあの夏祭りがいつも今年はあるようなんですけども。Cool.